全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、全国障害年金パートナーズの宮里です。障害年金までの7つのステップ、前回はうつ病になってから現在までの経緯をまとめることについてお話ししました。3回目の今回は年金記録の確認と必要書類の入手についてお伝えします。今回のステップを学び実践することで、あなたは障害年金の手続きに必要な書類を手に入れることができます。何をやってもらうかというと、年金事務所に直接行ってもらい、年金記録の確認と必要書類をもらってくることです。具体的には次の5つのステップで行動してください。ステップ1、年金事務所へ行く。ほとんどの人は年金事務所に行けばいいのですが、初診日に共済年金に加入していた場合は共済組合に行ってください。共済組合の場合、電話でも大丈夫なケースも多いので、まずは電話でもいいです。ステップ2、窓口で受付表をもらい記入する。受付表には氏名や住所、基礎年金番号、相談内容などを書くことになります。家族などが本人に代わって年金事務所に行く場合は委任状が必要になります。私のサイトに委任状を用意しましたので、動画の概要欄から印刷したものを記入して年金事務所に行ってください。ステップ3、年金事務所の職員の質問に答える。受付表を書いてしばらく待っていると、呼び出しのアナウンスが流れ、年金事務所の職員と話をすることになります。障害年金の申請をしたい旨を伝えると、職員から様々な質問を受けますので、それに答えてください。職員からの質問に対する答えは、前回のステップでまとめたメモに書いてあるはずですので、安心して話を進めてください。ステップ4、年金記録を確認する。障害年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金の保険料を納めていなければなりません。年金の未納が多いと、障害年金の手続きができないことになりますが、その点に問題がないかは、このタイミングで年金事務所の職員が調べてくれます。ステップ5、手続きに必要な書類をもらう。ここまで来たら、ようやく障害年金の手続きに必要な書類を渡してもらいます。一応書類の説明をしてもらえるはずですので、それを聞いたら書類を受け取って持ち帰りましょう。以上の年金記録の確認と必要書類の入手というのが、今回あなたにやってもらうことです。すぐに前回のステップで行ったうつ病になってから現在までの経緯をまとめたメモを持って年金事務所に行きましょう。ただし、うつ病の症状がひどい時に無理をして出かけると余計に症状が悪化しますので、体調を見て行動してください。次回は主治医へ診断書を依頼する方法についてお伝えします。ぜひこちらも見てください。